はいどうも、西尾ゲームズの西尾です。停電した時にスマートフォンの懐中電灯モードを使って照明画にするっていう話よく聞きます。で、その時にペットボトルを上に置いた方が明るいよっていう話なんですけれども、今回牛乳を入れるとチンダル現象が起きてもっと明るくなるっていう話を聞いたので実験してみました。今回僕は牛乳ではなくて豆乳を使っています。 これは牛乳が賞味期限が数日なのに対して豆乳は常温で数ヶ月の賞味期限があるので僕の家では豆乳の備蓄があるからなんですけれどもこれチンダル現象っていうのは水の中にある小さな粒が光を乱反射する現象なので水が濁りそうなものだったら正直何でもいいです今回は豆乳で試していきますでこちらに用意したのがマウスウォッシュの容器に入れた豆乳です 10ml ありますこれをペットボトルに入れてみたいと思いますペットボトルは 500ml の普通の お茶とかが入っているペットボトルですまずは数滴入れてみましょう 振ってみます。次に10ミリリットル全部入れてみます。これはちょっと暗くなりすぎたようですね。 はい。というわけで今回、ペットボトルの照明に豆乳を入れてみるという実験をしました。500ml の容器に対して 10ml 入れると暗くなりすぎるので、皆さんが試すときは、数滴ずつ、ちょっとずつ入れて振ってみてっていうのを試すと良いかなと思います。このチャンネルではこの他にも色々な実験をやっていっています。この動画が面白かった人はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。西尾ゲームスの西尾でした。